もうあなたに任せたよというふうに言い残して終わっている方ならば、この問題必ず答えてください。問題としては、はい、どうもとわるです。はい、ということで今日なんですけど、今日は休図式の予想をね、やっていこうと思います。それでその中でも今回は無限代理の仕組みですね。なんで無限代理って起きるのっていう箇所に対して疑問点持ってる方いると思うんですよね。なのでそこに対しても扱っていこうというふうに考えております。それでなんでね、これ扱おうと思ったかっていうと、本当にまあ、昨日、一昨日ぐらいだと思うんですけれども、まあ、ある事件が発生しましてですね、まあそこに対してやっぱ YouTuber としては、まあ乗っておこうということですから、まあ、そこに対して扱っていくということを考えた際に、やっぱりまあ今はですね、やっぱり受験生のためになる動画しか僕自身作るつもりが全くなくてですね、それをまあ考え抜いた結果、あ、これにしようというふうに決まったわけであります。なのでまあ今回の動画っていうのはもう完全に行政書士の受験生向けの動画ということで作成をねさせていただいております。はい、それで見ていきますと、まずね軽くですね、あのまあどういう事件があったかって部分に関しておしゃべりをしておきますと。まあ、行政書士のある、まあ、YouTuber さんがいらっしゃってですね、その方が同じく、まあ、YouTube を、まあ、されている、加用まりの先生というふうな司法書士の方、のオフ会があって、まあ、そこに、まあ、参考したわけなんです。で、その時に、まあ、その、ある YouTuber さんがですね、YouTube の生ライブ、生配信ということをやっていて、それで、まあ、視聴者さんかと思うんですけれども、一応、まあ、その行政書士に受かったよという方かなと思うんですが、まあ、その方と一緒に、こう、二人でですね、ライブ配信をやっていたという風な状況だったわけなんです。それでまあなんやかんやあって、そのまあ行政書士 YouTuber さんが頼むよという風に言い残して、お手洗いに行ったと。で、それでもお手洗いから帰ってきたら、なんとこの、A さんですね。まあ A さんがこの加用さんをもう勝手にライブ配信でこう撮っていたみたいな、っていう風なまあ状況があって、まあ大変だとっていう風なことがあったんですね。本当にざっくりまとめるとそういう風な感じでございます。それでまあ僕個人としては別に全くその野次馬的な感情するつもりもありませんし、今言った話に関する真実性に関しても全くわからないんですけれども、一応まあそういうふうなことがあったというふうに聞いてるわけであります。ってことで、まあ、特にまあ参加された方々の名誉等に関して侵害しようという意図は全くございませんので、そこだけ、ご理解ください。それで今そういう事件があってですね、僕の中ではこういうふうに頼むよと言ったんだけれども、そんなことは頼んでいないと、っていうふうな場合のことを考えていくと、まあ、あるその説例が浮かんできてですね、こういうふうなケースって実際今過去の判例というか、まあ、ていうのであったりするわけなんですよね。何かっていうと、まあ、その結婚されている夫婦がいると、夫と奥さんがいてですね、で、夫がそのまあ仕事の影響でそれで海外の方に単身赴任すると、単身赴任というか、まあ、海外にこう出張するというか、まあ、いずれにせよ家を空けると、結婚されていて夫がまあ家を空けますよという時に、奥さんに対して、まあ、今持っている財産管理、財産管理に関してはもうあなたに任せたよというふうに言い残して、それで海外行ったんですね。それでまあ奥さんはまあ何やっていいかわからないから、とりあえずまあ贈与だということでですね、自分がちょっとまあのめり込んでいる宗教団体に対して、この土地、夫名義の土地を、代理人として売っていく、贈与するっていうふうなことがあったわけなんですよね。っていうふうな、まあその教科書説明といいますか、こういうふうな説明ってね、結構出てくるんですよ。任せたというふうに言い残して海外に行きました。その結果、任されたから、奥さんは土地ね、夫名義の土地を贈与しちゃったっていうケース。で、この時に夫帰ってきたら、いや、そんなことは任せていない、なりますよね。この時出てくることが、これ、無限代理って言うんですよ。なので、そこに関して、代理の基本から見ていこうと思っております。やっぱりまあ勉強していくと、なんで無限代理出てくんのって思う方多いと思うんですよ。そんな無限代理人がめちゃくちゃ悪いやんって思うと思うんですけれども、実情はそういうようなことでもありませんで、そこに関して見ていこうって話でございますよ。それでまず代理の基本。代理の基本に関してこれ必ず覚えておいてください。代理といえばこの3点セット。この3つの要件は必ず覚えておきましょう。まず1つ目が代理権があること。次2つ目が権名があること。次3つ目が有効な意思表示があること。この3点に関しては代理の要件としてちゃんと覚えておきましょう。代理として有効に効果が成立してくる。有効に成立をして効果がちゃんと帰属する。とりあえず代理がちゃんとするためにはこの3
3個の要件が必要なので、この3つちゃんと覚えておきましょう。ちゃんとした代理権があること、件名ですね、件名。3つ目が有効な意思表示で、2点目の件名に関しては何かっていうと、これ代理人がその行為の法律効果を本人に帰属させようとする意思、括弧代理意思ですね、を有していることを相手方に知らせること、これが件名というふうに言うわけであります、つまりは今やっているこの法律行為っていうものはあくまで僕のためではなくて、他の人がいてその方から頼まれて今僕はこういうふうにしているんだというふうなことを件名というふうに言うわけであります。で、まあ件名に関してはなんですけれども、基本的には別にまあ通常であれば件名ということで A さんの代理人に来ましたよということを言うんですけれども、別にまあもう実名を使ってしまう、 A さんの代理人っていうではなくて A なんですけれどみたいな、そういうふうに言っちゃうということでも OK とはなってきております。けれどこれね、件名をもししなかったらどうなるんですかっていうふうな問題点もございまして、これに関しては100条ですね、100条。記念すべき100条で書かれております。100条によりますと、代理人が本人のためにそういうことを示さないでした意思表示は、さっきみたいに A さんの代理人ですよとか、A さんですよとか、そういうふうなことが一切なければ、事故のためにしたものとみなすというふうな規定がございます。つまりは、代理人であるよと、っていうことをちゃんと示すとか、あるいは本人の名前を使ってくるとか、っていうようなことがないならば、それはもうその人間がやった契約というふうになります。だからこそ法律効果の帰属も本人ではなくてこちら側代理人に帰属をしてくる。ただまあもちろん本人ではないわけですから、その債務に関しておそらくは債務不履行になって、まあ損害賠償請求されてくるのか、あるいはちゃんと本人に言ってくれやってなるのかっていうところではありますが、いずれにせよ件名をしっかりしなかったらそれは事故のためにしたとみなしていきますよっていうのがまず原則論でございます。そしてこれに関しては例外もありまして、ここの条文ちゃんと覚えておきましょう。ただし相手方が代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前条第一項の規定を順用するというような話でございます。つまりまあ知ることができたっていうふうな、まあどちらかのケースに関してはまあ件名がなくても代理にしていこうという話でございますと。ってことでまあこれは原則としては事故のためになります。件名をもししなかったら原則として事故のためけれど例外もありますよっていうふうな、まあ、おなじみの民法と思っておいてください。それでまあ今回お話ししね、今回の話それを見ていこうと思うんですけれども、一応まあね、あくまでこれね、頼むよとか任せたっていうところだけに似てるだけであって、全くね代理ではありませんから、全く何らかの法律行為を要求していることではなくて、単なるまあ、撮影をするというふうな事実行為かと思いますので、まあそこに関してはまあ代理云々って話はまあ若干ずれてくるんですけれども、僕の中で頼むよっていうふうな言葉が何を意味してるんだっていうところの共通点だけをピックアップした感じではありますので、全くね代理っていうことではないと思うんですが、ここの話がしたいってところでございます。それで代理権の範囲、代理権の範囲って話がございます。でこれ何かっていうと、まあさっき見たんですけれども、夫と妻がいてですね、それでまあ夫が海外に行く際にあとは頼むよっていうふうに言った時、この時って結局奥さんは何ができるんですかと、奥さんができるその代理された範囲ってなんだと、ってことが問題点として上がってくるわけでございます。それで実際も奥さんはまあ例えば A さんに対してこの夫の土地を代理人だということで A さんに対して贈与したんですね。これもしちゃんと夫側からこの土地 A さんに売っといてみたいな、そういうふうなことがあるんだったら、それはまあちゃんとした代理行為でありますから、効果に関してはちゃんと夫に帰属をすると、今回は代理権がないんではないかってなるんですね。ってことでこういうふうにあとは頼むよみたいな、そういうふうに言われた時っていうのは代理権の範囲でどうなるんですかっていう問題点が出てくるわけです。なのでこういうふうに妻としては代理と思ってやっている、妻としては代理と思ってやっているけれど夫としては代理と思っていないっていうふうに、代理権の範囲をめぐって当事者間双方で食い違ってくるっていうふうなケースがあるんですよ。っていうふうな時に出てくるものがこれ無権代理というふうに言います。つまり妻からするとちゃんとした代理やということで代理権があるんだって主張をすると、それによってまあ、有権代理、代理権があるから有権代理っていうふうな主張をしていって効果を夫に帰属させていくとか、
か。これはまあ A ですね。A さんからも同様ですね。A さんからしても、これは代理だからちゃんと夫、この土地をちゃんと渡しにくれと、っていう風に言ってくるでしょうし、けれど夫側からすると、そんな代理権は与えていないから、その妻の行為は無権代理。無権代理だから A さんに効果は帰属しません。土地を返してくれって主張するんですね。こういう風に、まあ夫側から無権代理だから土地を返してみたいな、そういう風な流れに出てくるものが無権代理でございます。だからまあある人間が一方的に何か悪いことをしているとか、そういうことではなくて、代理権の範囲がどこかしっかり決まっていないと、決まっていなかったり、契約の解釈から若干ずれてくるとっていう時に出てくる問題点が無権代理でありますので、誰かが一方的に悪いというわけでもないということはご理解ください。ってことでここでね、一つ質問したいんですけれども、これね、受験生だったら必ず答えてくださいね。これね、受験生の方々、特に民法がもう、3週、4週、5週と終わっている方、ならばこの問題必ず答えてください。問題としては、代理権の範囲がこういうふうに決まっていないケース。代理権を渡されたことはわかるんだけれども、あとは頼むよ、みたいな、結局何を代理していいかわかりませんよっていうようなケースにおいて、その代理権を与えられた人間は何ができますか？ここの問題、この問題を答えることができるかどうかは非常に重要ですから、必ず答えられてください。で、もちろん、今分からなくても全然いいんですよ。今できなくても全く問題点がないので、今回のこの動画を通して再認識していきましょう。そして僕のこういう動画を見ていると、勉強のベクトルがだんだん合ってきますので、点数が上がってきます。勉強しても点数が上がらない理由は2つで、1個目が勉強量が足りない。で、勉強量は平日3時間、休日5時間っていう風な話。で、もう1個が勉強のベクトルがずれているっていうケースが非常に多いです。でも僕の動画ね、見といてもらえると、勉強のベクトルに関しては合わせていくので、ぜひともね、チャンネル登録と高評価ね、ぜひともやっておいてください。はい、じゃあ答えいきましょう、答え。答えとしては103条ですね。103条、民法の103条にございますね。はい、正解する方は非常に素晴らしいです。難しかったよという方もね、これを機会にちゃんと103条を覚えておきましょう。代理権は与えられた、任せたとかね、言われた後、だから代理権はあるんだろうなと。けれど、実際何をしていいのみたいな。っていう風に分からないときは、103条によりますと、まず一つ目、保存行為です。保存行為をすることができます。それでもう一点が、代理の目的であるもの、または権の性質を変えない範囲内で、ここ。その利用または改良を目的とする行為。利用、改良行為。通称、これですね、管理行為ってことをすることができますよ。とになってますので、そこちゃんと覚えておいてください。なので、まあ、今回扱った趣旨としては、ドンピシャでこれ出るよっていうところよりかは、代理のこの流れをちゃんと押さえておいた上で、あ、ここ苦手やなと思ったら、そこの弱点をちゃんと潰しておいてくださいと。っていうことをお伝えしたいなと思っています。で、今回扱わなかった部分に関しても、代理様々な重要事項ございますから、ぜひともね、要チェックで必ず確認をしておきましょう。ってことで、皆さんに一つね、課題をお伝えします。課題、何かっていうと、過去問の2011年の問いの46番。2011年の問いの46番を解いてみてください。こちら、代理に関しても扱われています。2011年の問いの46番です。なので、これを解いたら、ぜひともコメント欄に残しておいてください。コメントに回答をね、できたら、書いてみてもらえたら非常に嬉しいなと思います。はい、っていうところでありました。やってくださいましょう。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。